マリオネットカンパニー10。マリオネットカンパニー中。Thank you.
よかったのに。混んでもよかった、ゆうちゃんじゃ。お前ら、仲がいいのも結構だけどな。ここは職員室だぞ。なんでうちとこいつが仲良しやねん。ああ、実はな。ほれ、冷凍の使われてない教室で倉庫みたいになってるのがあるだろう。うち知ってるで。アホ、有名やで。大花高校七不思議の一つ、開かずの倉庫教室。なんで途中で転入してきたうちが知ってるのにあんたが知らんのや。なんでも昔受験勉強でノイローゼになった生徒が滑覆自殺したって噂だがな、いくら洗っても血のシミが取れないとかで、そのまま開かずの教室に。え、そうな。うちはただ開かずの教室としか聞いてなかったけど。うっさいな。それ以来出るって言われてるけどな。出るって、その自殺した学生の霊がさ。悪い、ちと脅かしすぎたな。そういう噂があるってことだよ。本当は入学者数を減らしたせいで空き教室ができたってだけだがな。ほれ見てみ、霊なんてそんな非科学的な。でな、その開かずの教室を開けてみたらマリオネットが2体見つかったんだ。といっても機能停止状態であちこち壊れてるそうだ。どうやら学校の備品らしいんだが、記録らしいものがなくてな、いきさつはさっぱりわからん。なあ、そこでこのマリオネットをマリオネット部に貸与しようと、こういうことだ。マリオネット部の部員でちゃんとやってるのはお前たちぐらいなもんだ。2体あるからそれぞれ1体ずつ修理とメンテナンスをしちゃどうだ。確かもう運び込まれてるはずだぞ。それ先に言うてえな。遅かったな。悪いけど先にうちのマリオネットを決めさせてもらったで。奥に寝かされてるショートカットの方がうちのんや。早いもん勝ちや。
な正念場や。なんでうちがあんたと一緒に作業せなあかんねん。はあ、言うとくけど一時的休戦やからな。ほな、行くで。統合コントロールシステム、起動動作、チェックリスト読み上げ、用意。最初からや。嫌ならやめてもええんやで。だいたいうちは英語でリストオフしようと思ってたんや。一人でもできるのに全員であんたに協力し、その上英語でのガッツーかっこええリストオフを諦め、この上ハンドリングまであんたに譲ったら、うちには何もおいしいとこがないやんか。ほな、行くで。統合制御権を解放、確認、各部チェックを。了解、起動予備動作開始。外部電源からの通電をカット、ジェネレーターをオン。視力 10% で暖気。電装系統のステータスはどない？了解、電圧を定格出力の 50% へ。その後サブフレームより順次起動。メインフレームのチェックリストを。パラメータは？調光症状確認。了解、マリオネットリフ。どないしたん？起動や、起動。なんでやの？な、アホな。数値は全部正常やろ？あ、あかん。数値が低下してく。分かってたら苦労せんわ。キョロちゃんというのはマスターのことですか？そうだよ。なぜか
サナイさんも気が気じゃないだろうな。いや、なんでもない。こんにちは、僕は山形明夫。こんにちは。いい名前だね。修理、もう終わったのか。おいおい、なんだとはなんだ。ミサノだ、よろしく頼む。よろしくお願いします。何か困ったことがあったらいつでも言ってきなさい。はい、ありがとうございます。はい。素人が。ちょっとマリオネットの修理が終わったから言うて連れ歩きよって。認定保証はしたんやろな。あんたな、もし暴走したらどないするつもりや。あんたも知ってるやろ、その腕と足についてる拘束具にどんな意味があんのか。そうや、外せる確信ができるまでは慎重に運用するべきと違うか。違うよ。
リードしなきゃダメじゃん。メンテの時とかない方が都合のええ時もあるから、そういう時は外したらええわ。